チャンネルスーパーコスモグループプレゼンツトラタマプレミアムこの番組はパチンコスロットスーパーコスモグループがお送りします皆さんこんばんは ABC アナウンサーの中村祐二です トラバン主義の ABC ラジオですが阪神タイガースを熱く熱く応援いたします「トラタマプレミアム」今日も生放送で放送をお届けしてまいりますどうぞよろしくお付き合いくださいさあ今夜なんですがスペシャルゲストの方にお越しいただいております早速ご紹介させていただきましょう阪神タイガース OB の岩田稔さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんばんはこんんばはちゃいました、えー 相変わらずもう現役退かれてもガタイいいですねやっぱりいやねちょっとね痩せたつもりでいたんですけどちょっとずつ戻ってきてます、はいはい、いやでもそれぐらいの感じ岩田さんらしくていいなと思うんですけどねいやいやシュッとされてますよ <laughs> 顔はね全然太ってらっしゃらないんでやっぱりちょっと練習しないといけないですねもろもろはい、あいやまあでも最近はね野球のいわゆる現役生活から一線退かれて、はい、今どういうお立場になってらっしゃるんですかそうです今阪神大学の コミュニティアンバサダーといいう役職をてまコミュニティアンバサダー勝手な僕の見解なんですけどタイガースのいいところをいろんな企業さんに会った時にアンバサダーですから大使役としてねでちょっとあ、って名刺交換したりだとか「タイガースお願いします」っていうのをちょっとやってる感じですそれと自分の一型糖尿病の活動をねしっかりできるように まあファミリーデザイン M という会社を立ち上げました、はいええ。これはもう本当に岩田さんのライフワークででもあるということになるでしょうしね。まあ僕の。 僕かから切れないものですかねやっぱり一型糖尿病というのはねあその病気を乗り越え、ね、現場で特にマウンドでね雄姿を見せてくれるっていうことがそれこそちびっこで野球頑張りたい人たちもね病気あったらできないのかなっていうところがいや岩田さんがやってるんだったら僕もチャンスあるかなっていうふうに勇気の原点にやっぱりなってきた現役生活があったと思うんですけどね。僕もそそううななななななりたいなと、はいいなないといけないなととらけ思って、うん えー、この16年間ちょっっと、ね、頑張ってきましたねまた後ほどちょっとご紹介もさせていただきますがね、はい、その辺りのいきさつもおそらくいっぱいね書いていただいてるでしょう岩田さんの5本が、ね 2>, はいえー、2冊目になるんだそうですけどもね,ね、えー、絶賛発売中であるということで、はい、後ほどねご紹介もさせていただきたいと思うんですが、はい、さてプロ野球の話題もちょっとと言いますと阪神タイガースは残念ながらクライマックスシリーズのセカンドステージというかファイナルステージのところでね、えー、ヤクルトの前に 涙を飲んだわけですが、そのヤクルトがオリックスの前に涙を飲む。つまりはオリックスがついに日本一になるといやなりましたね。なりました、ねいや。おめでとうございます。ねえ<ー>、すごいすごかったです。すごかったです。すですね、めちゃくちゃ面白い日本シリーズでしたね。あれだけの打線のあるヤクルトを抑え込んでいく、オリックスの投手陣っていうのはどう見ました。いや、本当に快速球のピッチャーがすごい。多くて、もう自分の。 特徴を存分に出したピッチャーがやっぱ多かったですね。その中にまあコーチ兼任でね、まあ今年を最後に現役引退されていくというノミさんもいたわけなんですけれども、ノミ厚司という人物はどういう人なんですか。ノミ、えー、さんは僕の、えー、ドラフト一個前の年に入団されたんですけど、やっぱりあのノミさん入団が社会人を 長いこと経験してたので、ちょっと遅めに入団されたんですけど、やっぱそこで早く結果を出さないといけないっていうので、もう練習とか一切手を抜かず、めっちゃ科目に練習してる選手でしたね。で、僕もやっぱ同じ左ピッチャーなんで、もう野上さんには絶対負けへんっていう気持ちでやってました。 良き,目標良きライバルであったというところでしょうかねそういうところもあって、まあ、それは、ね、チームが変わっていったりというのは諸事情あろうかと思うんですけれどもまた阪神タイガースの方も新しいチームに、ね、これから生まれ変わろうとしているというところは、はい、この次のコーナーで、まあ、その先べをつけるのがまさにタイガースのこれから行われる11月の秋での秋季キャンプ、はい、どんな内容になるのかっていうのは本当に楽しみになの辺の期待度す、ね。 いいいに語ってたただきたいと思います虎ん主義の ABC ラジオが阪神タイガースを応援する「虎魂プレミアム」引き続き今日のスーパーゲストであります、えー、阪神タイガース OB の岩田稔さんとともにお話を進めていきたいと思います。 さあ「キャンプ」っていう言葉聞くと我々はね準備段階でウキウキするんですがやってきた選手にとってはある種ちょっと違う聞こえ方がするんだとそうですね,ねなんかやっぱ「キャンプ」っていう言葉が本当に嫌ですね。<laughs> <laughs> 本音らしいですすねいや本当にで秋口にあるキャンプと2月1日からのいわゆる春季キャンプと2つありますけど、はい、このこれから始まるのは秋の まあ高知県の秋でやるからややこしいですね。<ねえ S 2> <laughs> そうだね。オータムにやる秋キャンプなんですけどもね。<はい S 1> あの週期キャンプってのは何を主眼にやるのが普通なんですか。まあ先週やりたい練習をひたすら追い込んでできる <はい S 2> まあすごい大事な時期かなと僕は思っていますね。はい。まあ僕自身もね、一年目二年目はまあ参加させてもろって。はい。 まあ自分が何が足りないかこうしないと一軍で投げれないぞっていう課題っていうのは分かってるんですけども練習で追い込む時間がやっぱシーズン中にはないのでだからこそこれからの秋のキャンプで。キャンプで球数を多く投げ込んでそのフォームを体に染み込ませるのかえ体力のない選手はえ走ったりウェイトトレーニングを重点的にやったりとかそういう極端な練習ができる。 まあ、キャンプですねそこでこういろんないい蓄積を見せであるいは一軍監督などの目に留まっていくと翌年の春のキャンプにも、まあ、例えば高知と、ね、沖縄と分けていた時期なんかは、ねはい、沖縄の方へ呼ばれたりする,になるほどね。はい、その監督の目付の話でいうと、ね、2023年は岡田晃伸監督、はい、再び現場復帰ということになりまして。 あの岩田さんとも縁あさからぬという監督さんですけどね,うね、はい、これ何ですか前の監督時代の時に岩田さんをその気にさせるその発言がまさに秋のキャンプの時にあったそうですねありましたね、はあ、もう実績も何もない、えー、ただ一人の選手に「はい、岩田は2桁勝つよ」って断言されたんですよ高知県の秋季キャンプの時に。 やっぱ言われたら嬉しいじゃないでよっしゃもうやったろみたいなそういう気持ちにさしてもらったキャンプでしたね。モチベーションがやっぱりそっちのほうぐっと傾いてくる、はい、っていうりましたね。そのきっかけになった、はい。そういう意味じゃん岡田さんはねあんまりたくさん喋る人じゃないですけども上手に選手をたきつけるというかその気にさせる人なんですかねまあそういう言葉をやっぱ、うん、あの知らず知らず投げかけてると僕は思ってるい。です。る タイプではないんですけど、うん、まあ新聞記事で読んだりだとか。 ここういういとを言ってはるなじゃあこう考えてるのかなっていうのを僕はすごい勉強させてもらいいましたねねなるほどろんな監督さんに、ね、あのついてこられて、まあ、それぞれに監督さんいいところあったと思うんですけど、はい、岡田さんの場合にはやっぱりねリーグ優勝も一番直近で果たしている監督さんなんで、はい、まあそういう意味ではこれから指導を受ける選手たちも、ね、実績があるわけですからやっぱり身を委ねるというか練習方向とか、ね、そういうところも見出しやすいのかなとあ多少は。 今までやってきたこととは違うことになるかも可能性はあると思うんですけどそこを必死にやっぱ選手側もね監督の要望についていってえ自分はこういう選手だっていうのを分かってもらうための周期キャンプっていうのもね やっぱあると思うのでなるほどね、はいえー。個人的な中村雄二の印象ではあるんですけどもね、はい、岩田さんってねマウンドでは変幻自在に投げてますけどねあの野球道ということで言うと、はい、一本筋が通ってというか結構頑固者なところもあったんじゃないかと。どうなんでしょうね。<laughs> あんまり意識は僕はしてないですけど、あまあ変な変わった癖のあるやつだなっていうのは多分思われてたかもしれない <laughs>、えー。それを普通頑固者と言ってつけますかね。あんまり気にしないですね、はい。<laughs> いやその人間性がね全部あの五本の中に入ってくるっていうところがね、はい、きっとあるんじゃないかと思いますんで、はい、この後のコーナーでね、はいえー、その五本のご紹介の方もさせていただきたいと思います。はい 阪神タイガースを応援します、トラタマプレミアム、えー、秋キャンプのお話もさせていただきましたが YouTube、トラバンチャンネルでも今後、ね、配信予定ということですのでぜひご注目いただきたいというふうに思います。さあそして、えー、トラタマプレミアムからのお知らせなんですが本日ご出演いただきました岩田実さんの著書「消消ええそうで消えないペン消えそうで消えないペン」。 えー、全国の書店にて9月の発売で、ねはい、現在も発売中ということなんだそうですが、ね、岩田さんこの「消えそうで消えないペン」という題名なかなか意味深そうですね、えー、あのー、まあねシーズン晩年本当にもういつ首を切られてもおかしくない立場だったので、うん、でもなんかこうペンって、うん、しばらく直してたら。はい ちょっと緊急の時にパッて使ってかけたりするじゃないですかこいつもた使えるなみたいなんかそういう存在やったと思うんですよ僕はあはあはあ、だからこぶった時には岩うたみたいな、うん、そういう役、はい、やと思ってあそれに岩田さん自身のプロ野球人生ちょっとかけて、はい、最後の方はそういうああ ことでシーズンを過ごしてきたっていう、はい、意味合いがありますね。やっぱりでも、そういう思いに至るまでにね、当然、まあ、一軍に居続ける時はいいですけれどもね。はい、ファーム行ってくれなんていう風に言われると、やっぱり心の中にはいろいろこう溜まったりするわけでしょありましたね。あ<ー>はい、まあ、俺抹消ちゃうやろっていう時もやっぱあったし。うん、まあ、ね、こう、この本にも書いてあるんですけども。はい、自分が、まあ、打たれて、ええー、抹消された。うん 時にやっぱ朝ファーム早いいじゃないですか、はい、でその時にちょっとあの車で奈良ハ浜に向かってる時にもうベリーグッドマンの「ライオン」っていう曲が流れた時にちょっとね涙が出ながらこう歌ったっていうね。書いてますねそれも。<はい S 2> <laughs> ここにちゃんと書いてますはい、はいえー、岩田さんが執筆されました消えそうで消えないペン岩田さんのサインを頂い,いておりますんでその5本2名の方にプレゼントさせていただきます、えー、ご希望の方メールにてよろしくお願いいたします宛先です at abc1008.com TAMA マーク タマ、えー、ですね、タマアットマーク abc 一〇〇八。com タマ abc 一〇〇八。com まで、えー、メールでお寄せください。なお、当選発表、プレゼントの発送を持って返させていただきます。また、番組へのご意見なども、ぜひお寄せいただきたいというふうに思っております。 はい、ということで、もうあっという間のお時間でございましてね、もうちょっと3時間ぐらいの番組、ちょっと用意させますので、また来てください <laughs> よろししお願いします、はいえー、来週から始まります、キャンプ、虎玉プレミアムでも、キャンプに望んでいる選手のインタビューをこれからもお届けしていく予定ですので、ぜひご注目いただきたいというふうに思います。 これからもねいろいろ公演なども含めてねお忙しいかと思うんですけれども、はい、また折を見つけて ABC ラジオでぜひ遊びに来ていただいて呼んでくれたらもうすぐ来させていただきます、はい、あのベリーグッドマンの曲もかけたいと思っておりますので最高の曲なんでお願いしますこれからもますますまあね更新の始動というニュアンスも出てくるのかなとファン的には期待しているんですがはい今はまだなかったですね、はい、ねあのー、これからもご活躍をお祈りしておりますんで、はい 今夜どうもありがとうございました,ました、えー、スペシャルゲスト岩田稔さんにお入りいただきました毎週月曜夜8時45分からの「虎マプレミアム」来週もどうぞお楽しみにこの番組はパチンコスロットスーパーコスモグループがお送りいたしました